逃げる力も残っていませんか。実に好都合です。幸いここは近く、誰にも見えませんからね。ならばやることは一つですよ。私の木を少し分けてあげたんですよ。あなたならその体でも十分動けるでしょう。これで貸し借りなしですよ。